ホリプロオンラインチケットをご覧の皆さん、こんにちは。三浦亮介です。今回この作品に出演が決まった時、他の仕事で、休憩中に食事をしていて、その際に、会社のスタッフから、聞かされたんですけども、とても嬉しくて、その日に食べてた食事の味を覚えてないぐらい涙して喜んだ思い出があります。稲川さんとは去年、ご一緒させていただいて2度目なんですけども、そうですね、とても素晴らしい方なので、もう一度一緒に仕事がしたいな、できればいいなとずっと思っていました。なので今回この私を話さないでという作品に、かける思いは本当にたくさんパワーを、注ぎ込んで演じることができればいいなと、皆さんといいカンパニーが作れればいいなと思っています。頑張ります。とても繊細で、とてもまっすぐな少年だな、青年だなという印象です。あまりこう今まで僕やらせていただいた役で、感情を表に出す、ぶつけるっていう役はですね、本当に初めてなので、ドキドキワクワクしています。稲川さんも、これは亮介にぴったりだって、お前みたいな役だって言ってくれてるので、楽しみです。周りの方たちから、あの方は厳しいとか怖いとかっていう噂をずっと聞かされてましたので、僕もすごくドキドキしてたんですけども、舞台稽古初日からたくさん話をかけてくれて、とにかくあの素敵な方だなと、優しい方だなと思いました。僕が何も言わなくても、お前今こう思っただろうとか、こういうことを考えてるだろうとか、小さい頃はこういう子供だっただろうとか、僕が何も説明しなくても、なんかこう全てを見られてる感じというか、裸にされてる感じがしました。もうこの人は僕のことを全部分かってくれてるって思って、ちょっとは成長したんじゃないかと思ってもらえるように、三浦亮介の新しい引き出しをどん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 出していければいいなと思います。頑張ります。今回私を話さないでを、会場やいろんな場所にですね、見に来ていただいて、そして、まだ見に行こうか見に行く前か悩んでいる方も、ぜひそうですね、小説だったり、映画になっている DVD もありますので、ぜひそちらを見ていただいて、また全然映画や小説とは違った舞台になると思いますが、ぜひぜひ何か一つでも、感じに来てほしいなと思います。ぜひ劇場でお待ちしています。よろしくお願いします。